クリーンルーム環境の導入方法を2分ちょいで紹介するぜ。クリーンルームを簡単に説明すると、通常は Java 8で稼働するマイクラ 1.12.2 を Java 21とか22とかで稼働させる変態環境だ。なんかいろいろ軽いぞ。今回はプリズムランチャーでこいつを動かしてくぜ。まずは Java 21か22をダウンロードしよう。自分の環境に合ったものをダウンロードしてくれ。私は Windows 版を選んだぜ。ダウンロードした JAR ファイルを起動して Java をインストールしよう。お次はプリズムランチャーをインストールすっぞ。これも自分の環境に合ったものをインストールしてくれ。ダウンロードした exe ファイルを起動してランチャーをインストールしよう。起動したランチャーはこんな感じ。設定で猫を召喚できたりするぜー。お次はクリーンルームをダウンロードするぞ。リンク先のリリースをクリックして、出てきたページをバーっと下に行って、MMC インスタンスって書いてるやつをクリックしてダウンロードだ。お次はスカラをダウンロードするぞ。こいつはクリーンルーム起動に必須のモッドだ。リンク先のここをクリックしてモッドをダウンロードだ。先ほどダウンロードしたクリーンルームのインスタンスを、プリズムランチャーにドラッグ&ドロップ。こんな感じの画面が出てくるから、アイコンとか名前とかをつけてわかりやすくしよう。じゃないと困惑する。よし、無事に構成を作れたな。そしたらここの編集ボタンを押して、出てきた画面のモッドタブを開いて、モッドをダウンロードをクリックするとこんな画面が出てくるから、カースフォージタブからヒューブをクリックしてダウンロードだ。これもクリーンルームに必須のモッドだぞ。ヒューブをダウンロードできたら、さっきダウンロードしたスカラをモッドタブのウィンドウにドラッグ&ドロップ。これでスカラも導入されるぞ。これでクリーンルーム側の設定は以上だ。あとはここに好きなモッドをぶち込んだりして楽しんでくれ。ここにモッドパックぶち込みたいんだがどうするんだ？よろしい教えて死んでよう。起動構成を追加をクリックして、出てきた画面からモッドパックをダウンロードできる。今回はのみ CEU をダウンロードするぞ。よし、追加できたな。そしたら先ほどダウンロードした構成と、クリーンルーム環境構成のフォルダを開く。フォルダーってとこ押せばフォルダが出るぜ。同じように、クリーンルーム側のフォルダも開いて、モッドパック構成のマインクラフトフォルダを、クリーンルーム構成のフォルダに移動させる。念のため、モッドパック側の名前をドットマインクラフトにしてもらえると助かる。あとはクリーンルーム構成を起動して、遊びたいモッドパックが立ち上がれば起動成功だ。変態構成で好き放題遊んでしまえ。あと、Java バージョンが違いますって出てきたときは、構成の編集を開いて、設定タブに切り替えて、Java の指定のチェックボックスを入れて、自動検出をクリックして Java 21か22を指定してくれ。それでうまくいくはずだ。最後に、クリーンルームプラススカラプラスヒューブの構成をコピーしておくといろいろ楽だぞ。わざわざ GitHub からダウンロードしなくて済むからな。以上、クリーンルーム環境の導入方法でした。みんなもこの変態環境でグレッグとか、